ただいまから WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチの世界戦発表会見を始めさせていただきます。今回は新型コロナウイルス感染拡大によりオンラインにて実施させていただきます。ではご紹介いたします。 WBO 世界スーパーフライ級1位畑中ジム所属田中康生選手です。よろしくお願いします。お願いします。ではまず世界戦の概要を発表いたします。 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、王者井岡一人対同級1位田中康生です。日付は2020年12月31日木曜日、大田区総合体育館にて開催いたします。主催はトラロックエンターテインメント、放送は TBS テレビ系全国で生中継をいたします。なお放送時間等は決まり次第こちらからお伝えさせていただきます。そして昨日9日にもリリースがありましたけれど、王者井岡選手と対戦する田中康生選手から試合が決まった今の心境を伺ってまいります。では田中選手お願いいたします。はい、コロナウイルスの影響でこうなかなかボクシング界みんな試合ができない中、自分もこうして決まって、嬉しく思っているのと、こういう状況だからこそ日本人同士の試合っていうのがボクシング界も増えてきたり、年末まで増えてくると思うんですけど、大晦日ということでそれを締めくくるにふさわしい試合にしたいなと思います。田中選手ありがとうございます。では質疑応答に入らせていただきますが、まず私 TBS の伊藤から代表していくつか田中選手に質問をさせていただきますその後に報道関係の皆様からご質問を頂戴してまいります。さあではまず対戦相手の井岡選手ですけれど、印象からお聞かせ願いますか。ここ10年ぐらいボクシング界を、日本のボクシング界を引っ張ってきた選手、そういう印象です。もちろん田中選手も今ボクシング界を引っ張っている存在ではありますが、報道でもありましたけれどスパーリングもされた経験があるということですが、その時からまた随分と印象も変わっていると思いますが、いかがでしょうか。その時とは何もかも違うと思います。これまで15戦のキャリアがあります。3階級も制覇してきたわけですけれど、今回の井岡戦どんな位置づけになりますか。俺にとってはキャリア最大の勝負だと思ってるんで、このチャンスは必ず掴みたいと思います。これまでも日本人対決何度も経験し制してきましたが、その中でもビッグマッチというそんな印象ですか。そうですね、一番大きいと思います。そして去年の大晦日以来1年ぶりの試合ということで、どのスポーツもそうですがコンディション作り体作り苦労された部分もあったと思いますけれど、どうでしょうこの1年間、どんな、まだあと2ヶ月ありますけれど、どんな1年でしたか。試合はなかったんですけど、モチベーションもそんなに落ちることもなく、トレーニングも続けてきて、しっかり充実した練習ここまで送ってきてます。そして何といっても勝てば世界最速の4階級制覇、世界最速タイの3階級も成し遂げられているわけですけれど、この4階級というのはどんな思いですか。この階級井岡選手含めて強い選手たくさんいるんで、そういった選手たちと戦っていくための入り口みたいな、そういう試合になるかなと思います。入り口ということはもうしっかり扉を開けなければいけないと。そうですね。では私からは最後の質問です。試合に向けて意気込みをお聞かせください。はい、コロナウイルスでちょっとこう暗い世の中を、本当に少しでも明るくできるように、ボクシング界、本当に今年最後の試合として、締めくくるにふさわしい試合を、したいと思います。ありがとうございます。チームにはなんか映像とか見てもらって分析とかしてもらってるんですけど、自分は特にこれからそこの辺は見ていきたいなと思います。わかりました。
まあ、接近戦でも離れててもどっちでもいいなと。自分は両方できるんで、まあ、スピードとかパワーとかスタミナ負けてるもの何もないと思うんで、まあ、その辺使って、勝負したいと思います。スピードとパワーとスタミナ、ここ負けてないと思います。格の違い、まあ、井岡選手が今チャンピオンですし、まあ、4階級制覇もしてるんで、まあ、格っていう面では上かもしれないですけど、まあ、自分がこの試合勝てばチャンピオンになりますし、4階級制覇も達成します、するんで、まあ、達成したら、まあ、その辺は同じなのかなって。直接戦ったら俺の方が強いと思います。不安はないですね。まあ、今チャンスが来たんで、来た時に掴みに行く、それだけですね。パンチの威力とかはもちろん上がると思うんですけど、まあ、自分にとって適正階級なんで、あの楽しみの方が大きいです。励み、まあ試合がないといってもやることボクシングしかなかったんで、まあそこでモチベーションを落としててもしょうがないんで、まあ練習は普通に続けてました。まあ本当コロナの直前に3月の頭ぐらいですかね、フィリピン行ってたんですけど、その時にすごい課題もらってきたんで、まあ技術的なこととかですかね、特に意識してやってきました。そうですね、話が長くなるいいですかぜひワンポイントだけでも。なんか本当技術面ですね。あと集中力、3分間集中し続けるっていう、そこですね。なんか無観客だったんであんまりよく分かんなかったですけど。試合を見たら感想はいかがだったですか？完成度高かったですね、本当に。誘導尋問ですね。でも本当になんかこうコロナの状況下で2週間隔離された中でも、しかも海外であれだけのパフォーマンスは本当にすごいと思ったし、まあ、本当にどこにいても力出せるっていうのは、まあ、ボクサーとして本当にすごいことだと思うんで、まあ、そういう意味で自分も海外でやりたいなと思いました。じゃあせっかくですね、私伊藤からいいですか？はい、はい、これまでもう3階級制覇して、はい、チャンピオンチャンピオンって呼ばれることにも慣れてる感じあると思いますけど、今回改めてそのチャレンジャーっていう立場どうですか？これチャレンジャーって響きは、いいですね。なぜいいですか？まあ本当にやっぱり日本のボクシング引っ張ってきたチャンピオンに挑戦するんで、まあ本当にチャレンジャーだと思いますし、まあ、ここで世代交代というか、こういう試合を、文句のつけようのない KO で決着つけたいと思います。そういう気持ちになりますか、チャレンジャーという言葉響きは？そうですね、まあ、この試合に勝って自分が日本のボクシング界引っ張っていくっていう、そういう気持ちもあるんで、まあ、そういう試合は KO で勝ちたいと思います。ありがとうございます。なんかそんな感じがするってだけです。それともなんかこうスーパーフライで、まあ、今まで階級上げてきましたけど、スーパーフライでちょっと長くやっていきたいみたいな気持ちがあるってことですかね？それもありますし、まあ、この辺でちょっと階級上げるっていうのか、体重の変動はなくしたいなと。まあなくなってきてるんで、まあ、減量も含めてこの階級が一番力出せると思います。そうですね、まあ交渉事なんですぐにとはいかないにしても、まあ、今後それは目標であり、目標にはしてます。
一番変わったとこ実力ですかね。聞こえましたか。すいません、もう一度いただけますか。あ、実力ですかね。はい、力ついたと思うんで。はい、ありがとうございます、はい。まあ、基本的には何も変わらないんですけど、スタイル的にも、スーパーフライ級に上げたからっていうよりは、この試合がなかった1年間の間に、まあ、技術面はかなりレベルアップしたと思うんで、まあ、そういった意味では、まあ、試合見たら、みんなを驚かせることができるかなと思います。はい、では以上で質疑応答を終了させていただきます。なおこの度オンラインでの記者会見となっておりますので、写真撮影は昨日と同様に後ほど幹事社からご連絡をさせていただきます。よろしくお願いします。そしてこの試合の模様ですが、大晦日 TBS 系列にて全国で生中継させていただきます。我々 TBS としても全力を尽くしてスポーツ局を挙げてお二人の試合を盛り上げていこうと思いますので、ぜひ報道関係の皆様もお取り扱いのほど何卒よろしくお願い申し上げます。なお放送時間に関しては決まり次第、ご連絡をさせていただきます。ではこれをもちまして WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ田中恒成選手の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。そしてこの後田中選手 TBS の番組に生出演もございますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。田中選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。報道関係の皆様もありがとうございました。